某日捜査官のもとにある一本の垂れ込み情報が入った。はい、そうなんです。どうも最近様子がおかしくて、はい、どうやら調子があるみたいなんです。もう怖くて怖くて。内通者からの告発を受け、捜査官は現場へ急行した。すみません、今お話いいですか？何ですか？私、ロート製薬の特別捜査官なんですけど、お話聞いてもいいですか？いや、今ちょっと急いでるんで。あ、ちょっと待ちなさい。明らかに同様の色を見せる容疑者、何かを隠している様子。ちょっとカバンの中身を見させてもらってもいいですか？何ですか、何にも隠してないですよ。こちらが実際に容疑者から押収したカバンの中身である。その中には例のもの。あー、お兄さんこれやっちゃってるね。完全に黒だ。何の話だよ。これさ、デオコだよね。それはその大人女性の匂いまで綺麗にするデオコ、どうして男子高校生の君が持ってるの？たまたまカバンに入ってただけで。言い逃れを続ける容疑者。ごめんね、ちょっといい？あー、これやってるね。若い頃の甘い香り、ラクトンを含むスイートフローラルの香りしちゃってるね。知らねえよ。しかも一度や二度じゃないよね。君常習犯でしょ。仮に俺が使ってたとして何がいけねえんだよ。容疑者の最もな言い分に捜査官は意外な問いかけで返した。これさ、入手経路どこ？え、入手経路はどこかって聞いてんの。ドラッグストアで。本当か？売り切れ続出の人気商品だぞ。本当だよ。正直に言った方が自分のためだよ。どこで手に入れた？姉ちゃんの勝手に使ってました。容疑者自白しました。午後11時30分確保。すみません、どうしても。どうしても若い頃の甘い香り、ラクトンを含むスイートフローラルの香りをさせたくて。悪気はなかったんです。しっかり罪を償って、今度から自分で買うんだぞ。このように願い、デオコを使用する男性は後を絶たない。それ自体は特に問題はないのだが、正しい入手経路から手に入れ、用法用量を守って使用することが求められている。でも僕だけじゃないんですよ。え？心捜査官知らないでしょ。お父さんもこっそり使ってるんですよ。本部直ちに出動します。心捜査官の戦いは続く。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンを